続いて、あいつこんなこと言ってました。テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッター、有名人が調子をぶっこいて話していたことを作ってもらう企画です。ラジオネーム三平。有吉さん、馬面のミーハーカメラマン蜷川実花先輩がスターの写真180枚を展示するラッキースターとかいう写真展を開くらしく、取材でこんなこと言ってやがりました。私は人よりちょっとだけ早いんですよね。この人いいっていう嗅覚が。向井治君もだし、綾野剛君もそう、いいなと思った人がその後伸びるの。エロババアがよ、タイプのイケメン捕まえて激写してるだけだろうが、偉そうにすんな。親父とやり口一緒じゃねえか。向井だか綾野だか知らねえけど、あんな犬っころみてえな奴らばっか撮ってねえで、もっと気持ち悪いやつ撮れ。斎藤洋介さんとか篠原慎一さんとか高野花浩二さんとか、あの辺のフォトジェニックな個性派俳優使ってヘルタースケルター撮り直せ。ヒロインはもちろんアジャコングことシシドエリカ様でな。大丈夫ペケミニ。男性ゲスナーの皆様、朗報です。我々は常日頃包茎と世間からバカにされてきましたが、この度雑誌マグナカルタにこんな論文掲載されていました。それによると、包茎は早漏になりやすく女性を満足させられないと言われてきましたが、この説が近年覆されているそうです。今ではグラインド理論と呼ばれ、包皮が膣内で滑ることにより女性に強い快感を与えることができると言われていて、事実包皮を切ると女性のオーガズムは半減らしく、現在欧米ではセンスリップと言われる人工包皮まで販売されていて大流行しているそうです。おい有吉さんよ、あんた以前ゲスナーに圧倒的な性のテクニックなんてないと言ってくれたよな。セックス下手くそのズル向け風俗まんじゅうが何言ってやがんだバカ野郎。調べたけどな、福山雅治、北野武、岩城浩一、デビッド・ベッカム、モテる男全員包茎じゃねえか。包茎こそ正義であり、エリートであり、勝ち組なんだよ。悔しかったら高須クリニック行って包茎になる手術してこいや。ゲスナーの皆さん、ついに我々の時代が来ました。それではご唱和ください。包茎に生まれてよかったあのな、いいわ、じゃあテクニックあったしよう。じゃあ、あのその包茎のお前ペケミニのみたいな練習がよ、クソ包茎やろうがよ、テクニックあんだろうね、じゃあ、うんうん、だけどな、うん、お前らにセックスの機会は訪れない。一刀両断ですね。ズバッと。これはすごい戦争が起きそうですね。誰がお前ズル向け不足まんじゅうだお前は。イエロー出さなかっただけでもありがたいと思うよ、バカ。ラジオネームペケミニ。有吉さん、満足のいかない性生活を送ってきた女に嫌われがちな女こと壇蜜様がストーカー被害に遭っていたらしく、告訴を考えるほど大変な目に遭っていたそうです。おい、寄生虫みてえなステッカーども、てめえらそろそろいい加減とけよこの野郎。そこで有吉さん、俺ストーカーの撃退法を考えましたよ。今オランダのベンチャー企業マーズワンが人類火星移住計画をしており、希望者を募って火星への片道ツアー開催しているそうです。そこでストーカーの愛に行っちゃうという性質と、この片道ツアーを利用し、有吉さんのツイッターに壇蜜と火星ナウと書いてください。そうすれば有吉さんのストーカーも壇蜜のストーカーも片道で火星に行っちゃうので一網打尽にできます。あいつらも火星に行けば散った頭も冷めるでしょう。地球からストーカーがいなくなる。火星はストーカーたちによって繁栄する。そして成功報酬として僕の火星包茎を直してください。それではお当てがよろしいよう。お前さっき包茎自慢してるじゃんお前。結局お前直してほしいんじゃないかよ。気にしてたんですね、やっぱり。誰がズル向け風俗マンじゃん。まだ怒ってる。ラジオネームどうしようかな。百発連射。有吉さん、世界的歌手こと IMALU さんが日本鉄道の旅という番組で自分を見つめ直す旅をしていて、最後にこんな詩を書いてやがりました。積もった雪、上の雪、寒かろな、冷たい目が差していて、下の雪、かす重かろな、何百人も乗せていて、中の雪、寂しかろな、
空も地面も見えないで。おいブスおめえつくづく死の才能ねえな。小学生でももっとうまく描けるぞ。おめえは天才の元から生まれた凡人なんだから、おとなしく忍さんの父でもバブバブ言いながら吸ってろバカ野郎。さんまさん、忍さん大変失礼しました。お前関係ねえだろ別に。芸人でもないだから別に。ダメな人ばっかだね本当によ。ラジオのペケミニ、大御所に可愛がられてるだけで首の皮一枚でつながっている三流グラビアアイドルまがいのキングコング西野さんが自転車で大阪から東京まで走って助走をつけ、豊島区にある急な坂を利用すれば映画 ET のように空に飛べるのかという知り合いの作家が考えた企画にプライベートでチャレンジしていたらしく、この度ゴールしたのですが、案の定自転車は1ミリも浮くことなくチャレンジは失敗に終わり、今回の企画でみんなに上を向いてほしかったんや、空を見上げ西野のやつ飛んでるかなと笑ってくれればそれだけで世界は楽しくなるだろうと全然笑えないクッソ寒いコメントを残してやがりました。おい西野、カッコつけて偉そうなこと言う芸人なんてちっとも面白くねえし、作家が考えた企画に都合よく乗っかる絵本野郎はもっと面白くねえし、予想通りのオチをそのまんま晒す芸人なんてお笑いインポ野郎だし、そんなやつのチンコなんて切り取ってカンドリ忍にくれてやれればいいですね。そんなに空飛びてえならよ、座薬代わりにケツの穴にロケットぶち込んでやるからな。 ET みてえな穴、園山真紀恵を連れてとっとと地球から出ていけばかよ。何があったんだよ。どうしたんだよお前。以上ですかね。はい。